本来ならもっと近くに置いてテストするべきだったね。そうですね。おめっちゃ光ってます。めっちゃ光ってる。ホラーゲームみたいになりましたね。これはもうあと敵追加したらもうゲームになりそう。これ範囲を狭くすればいいのかな。アウターコーンアングルっていうのがあるんですけども。あ、これをこうするんですね。おお。いいです。これです。これです。はい、ゴール。あ、いいですね。いいですね。ではこれから敵のキャラクターをあのマーケットプレイスというところからダウンロードしていただこうと思います。アンリアルエンジンをダウンロードしていただいたときに、はい、エピックゲームズランチャーというのをダウンロードしていただいたと思うんですけども、こちらからゲームで使うキャラクターであったりとか音とかアニメーションとか、うん、アセット、まあ、データをダウンロードすることができます、うん、はい、これマーケットプレイスですよね。はい、その通りです。これを自由に使えるんですよね。はい。その、有料のものも多いですけども、無料のものもたくさんありますので、はい、うんうん、あまりお金をかけたくないっていう方にも安心して使っていただけます。いや、僕はお金かけますよ。今回敵キャラクターなので、カタログっていうところがあると思うんですけども、はい、キャラクターを選択していただくと、はい、キャラクターだけ出てきます。おー、いいっすね。右の最高価格無料っていうところを押してる。無料。あ、これが全部無料で使えるんですか？そうです。やば。なんか将来的には豚にしたいんですよね。一応3匹の子豚がコンセプトなので。確かに追いかけてくるのは豚にしたいんで、動物の豚でどうですか。いいと思います。ほらほらこれ、あー豚が。一旦こいつで仮で、こいつで、はい、無料ってところをクリックしていただいて、無料、はい、プロジェクトに追加する、はい、ポチッと押してください。で、自分のやつにこれですね。はい、こちらでプロジェクトに追加で OK です。ダウンロードが始まります、はい。これで、プロジェクトにも追加されてるはずですので、もう一回、アンリアルエンジンのエディターを開いてください。左下のコンテンツブラウザーに、一番上のアリマルっていうピックが追加されてます。はい、ピック。ピックがあります。あ、いたー、豚ちゃん。これダブルクリックすると。いたー、お、すげえリアル。リアル。悲しい。アニメーションもついてるのかな？ついてると思います。タブが、4つあるんですけども、はいはいはい、右から2つ目の、あの走ってるようなアイコンを、あ、これですね。していただくと、アニメーションチェックできます。うわ、すげえ。これダブルクリックするとそいつを再生してくれます。おお。やば。うわわわわ、怖い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 。うわ、すごい。これいいっすね。これ結構荒ぶってますね。これで襲ってきたら怖いな。じゃあとりあえずこいつを一旦敵キャラとして仮で置きます、はい。この画面は一回、右上のバツボタンから消していただきまして、はい、まず一回保存した方がいいかもですね。アセットの左下に星マークがあると思うんですけども、これはまだ保存されてないアセットを意味してます。これを選択して、コントロール S とかで保存していただいた方が安全です。これで安心です。では、豚のブループリントを作っていきます。はい。ここで右クリックメニューからブループリントお願いします。覚えてきましたよ。キャラクター、今回は、そう、キャラクターです。BP。エネミーとかなんですか？そうですね。エネミーとかいいと思います。エネミーの綴りが合ってます。合ってます。PIG でピックで。ブループリントができました。で、ダブル、知らない人の顔出てきた。人が出てきますが、ダブルクリックをお願いします。はい。すでに、キャラクターをベースにブループリント作ったときは、このようにカプセルと呼ばれる当たり判定のコリジョンが用意されたりとか、はい、メッシュ、空っぽですが用意されてたりします。うんうんうん、まずは、この左上のメッシュを選択していただきまして、右のここですね。はい。ここに先ほどの豚を入れます。豚のスケルタルメッシュでいいんですか？はい。起きた。ちょ、向きおかしいですね。はい。ちょっと回転した方がいいと思います。この矢印が正面ってことですよね。はい。その通りです。これでいいのかな？はい。あ、バチシですね。縦長になってるこのカプセルが、このキャラクターが動かすときの基準になります。このカプセルの一番下が地面に当たります。はい、あ、そうなんですね。なので今、もう一個下げた方がいいってことですね。はい。大体で大丈夫だと思います。はい。これでもう一旦置けちゃいます。うん、コンパイル。はい、コンパイルで、はい、置いてみます。適当なところに置く感じのところに、はい、見えない。あ、じゃあこれ見えないと思います。左上のライティングありと書かれたところがありますが、こちらをライティングなしにしていただいてもいいですか？なるほど。あ、いいですね。ここからもこうやってドラッグで配置していいんですか？はい、大丈夫です。ちっちゃいなあ。でもこんなもんか。こうして見に行ってみますか。はい、歌を行くぞ。この辺に置いた気がする。いた。あ、いました。あ、お、びっくりした。お、なんだ。あ、豚か。豚にぶつかるとなんかカメラが変になっちゃう。そうですね。豚と結構重なりすぎちゃってカメラがおかしくなってるので、後ほど調整できればと思います。でもなんか豚にも当たり判定があるんですね。先ほどのカプセルがそれも当たり判定になります。はい、あ、それで カメラ引っかかっちゃってるんですね。はい。なるほど。
重なりすぎないようにちょっと豚のコリジョン当たり判定をちょっと調整していければと思います。はい、右上のブループリントエディターを開くっていう文字をクリックしてください。ビューポートで、ビューポートで、はい、コンポーネントの一番上のカプセルコンポーネントを選択していただきまして、はい、右側のカプセルラディウス、これが、カプセルの太さといいますかになります。ラディウス、あ、それですね、はい、これをギュイッと増やしていただくと豚のサイズぐらいってことですか。はい、だいたいこんなもので、だいぶこれでカメラが引っかかったりするのはなくなったかなと思います。なるほど、見に行ってみましょうか。あ、はい、もうちょっと近くに置きますか、テスト用なので。そうですね、前に置きましょう。お、あ、よかったです。しかもちょうどいい感じに当選棒になってますね。あ、よかったです。下からぶつかってみたりしたいけど大丈夫。おー、大丈夫ですね。あー、よかったです。いい感じです。ではこの豚と重なったら、じゃあゲームオーバーとかにしてみますか。おー、いいですね。はい、では先ほどのゴールと、全く同じような感じで実装できます。では、コンポーネント追加で、はい、ボックスコリジョンっていうものがあります、はい、で同じように前に持っていって、ボックスコリジョンのいいところが Q とは違って縦とか横とか奥行きとか個別に調整することができます。へえ。調整するパラメーターは、右側の画面のボックスエクテント、あそこですね、はい、そこで、大きさを変えることができます。なんで今回ですと、X と Z だけ調整するのがいいのかなと思います。100ぐらい、はい、と思います。 Z の方も100とか、こんなんでいいか、はい、今回のメイドのようなものですとこれでも全然大丈夫だと思います。これ当たったらゲームオーバー、ゲームオーバーです。結構でも広くないですかね、範囲が。こんなもんなんですか。レベル上にどのぐらいの大きさなのか今も表示されてるので、はい、それでちょっとチェックしてみるのもいいと思います。一回ちょっとこのウィンドウを横にエイとどけていただきまして。おーおー、こんな感じ。これだとでもなんかぶつかる前にゲームオーバーになっちゃう気がするんです、ね。もうちょっとじゃあ、X の値を縮めて、本当に目の前見た時だけ死んでしまうみたいな。あ、そうですね。そうやって調整するのがいいと思います。なるほど。ぶつかったらにしたいんで、ちょっとこんな感じでも大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。では、ぶつかったら、ゲームオーバーっていう処理を、はい、ブループリントで組んでいきます、はい、ボックスの先ほど追加したコンポーネントの、うん、右クリックメニューのイベントを追加でコンポーネントをビギンオーバーラップです。さっきと同じやつですよね。はい、同じやつです。で同じくあのプリントストリングでゲームオーバーと、はい、できました。コンパイルをお願いします。ではこれで、再生をお願いします。はい、これで、ぶつかったらゲームオーバーって表示されたらいいんですよね。はい。目の前です。どうでしょうか。あ、来た。おー、出ました。ゲームオーバー。で、これ、ケツからだったらゲームオーバーならないってことですよね。ならないです。おー、ならない。ステルスキルができる。そういうシステムじゃないけど、プロからなら大丈夫。やり直しみたいな処理も組んじゃってもいいかなと思います。わかりました。では、一回じゃ豚のブプリント開いていただいていいでしょうか。はい、数秒後に、このレベルをリセットするみたいなと組めば、ゲームオーバーっぽい感じになるかなと思います。なるほど。プリントストリングの後ろに5秒後に何か処理を走らせるっていうのがありまして、ディレイノードというものがあります。 DELAY だったと思います。ディレイで、プリントストリングの後ろのスレッドストリーをちょっとつないでいただいて、ディレイのデュレーションが何秒待つかっていうものなので、はい、3秒とか5秒くらいがいいのかなと思います。今 0.2 なんですけど、これを 3.0 とかにするってことですか？はい、その通りです。はい、3秒経ったらってことですよね。はい。で、次に、今のゲームをリセットする処理を組んでいきます。はい、Get Game Mode っていう。Get？ はい。GET Game。Get Game Mode。はい。で、その青いキーにですね、はい、これはちょっと伸ばしていただいて、そうすると、また、選べるんですけども、ここでリセットレベル、はい、RESET、 はい、あ、それですね、はい、で、ディレイの後ろのコンプリートのところをつないでいただくと、重なると3秒後にこのリセットレベルが呼ばれるっていう処理が今できました。おお、これで一回コンパイルしていただいて動くかどうか、これがうまくいってればぶつかった瞬間に3秒経ってスタート地点に戻るってことですか？はい、その通りです。おお、うまくいってればそういうことですよね。はい、じゃあ、ちょっとやってみましょう。スタート。あ、ちょっと待って、なんか消えた。あれ？お？ちょっと待って、ちょっと待って。何か変なやつに重なってますね。一回実行していただけますと、すぐ左上にゲーム。オーバー出てますね。オーバー出てますね。なんで、この豚が何か違うものとオーバーラップ重なってしまって、勝手にゲームオーバー。リセット処理が今走ってます。バグですね、これは。修正していきます。豚さん。一回イベントグラフを開いていただいてください。で、
ちょっと左に戻っていただきまして、重なった相手がプレイヤーキャラクターだったらこの処理をするみたいな。ああ、なるほど。ちょっとしていこうと思います。はい。アザーアクターと呼ばれるピンがあるんですけども、はい。そこからギュイッとドラッグで線を伸ばしていただいて、はい。ここで CAST、キャストスペース、サードパーソン、THIRD、サードパーソンキャラクターっていうのが上から3つ目にあるんです。はい、あります。そうですね。で、これをオンコンポーネントビギンオーバーラップにつないでいただければと思います。その白い線をつなげる必要があります。処理を通すために。ここからですか？はい。あ、なるほど。このキャストのノードの上の、はい、そこですね。をプリントストリングに。はい、こうすると、当たった相手が BP サードパーソンキャラクター、今の狼の少女があるブループリントだったら、後ろの処理を通るっていうのが、これでできます。なるほど。ちょっと、なんか見栄えが良くない。あ、そうですね。これで OK。はい。これで一回実行をお願いします。了解です。出てないですね、はい。はい、出てないです。よかったです。豚に当たる。お。で、当たって。なんか画面が真っ暗になっちゃいますね。リセットがうまくいってないのかな？では、先ほどのちょっとゲットゲームモードリセットがちょっとうまくいかなかったので、別の方法でいこうと思います。はい。では豚のブループリントを開いていただきまして。もうゲットゲームモードとリセットレベルは消しちゃってください。これを消す。はい。今開いていただいているレベルのアセットをもう一回開くみたいなことをしようと思います。はい。まずは、ゲットカレントレベルネームっていうものを置く必要があります。ゲットレベルネームでいいと思います。あ、それですね。はい。はい。ディレイとつなげていただきまして、はい。次に、オープンレベルって呼ばれるノードを配置する必要があります。OPEN レベル。あ、それですね。はい。なんか二つありますけど。あ、上の方で大丈夫です。はい。で、先ほどのゲットカレントレベルネーム。今開いているレベルの名前がこのリターンバリューと呼ばれるピンに入ってます。ここに今のレベルの名前があるので、それをオープンレベルノードに渡す必要があります。うん。リターンバリューからレベルネームに、線を引っ張る必要があります。はい。なんかできた。変換処理が実はしてますが、はい、特に気にする必要はありません。これあれですよね。多分色が違うやつをつなげるときに変換してくれるやつですよね。あ、その通りです。これで実行していただいてもいいでしょうか。やってみましょう。はい。ぶつかります。ポン。ゲームオーバーです。やった！戻ってきた。動けるんだよね。ああ、確かに。ゲームオーバーなんだけど、ちょっと動けるっていうのが。でも、戻ってくることはできましたね。はい。だいぶ、はい、ゲームオーバー感が出てきたのかなと思います。あ、いいなぁ。いいですねぇ。うわ、光った。これをまさか豚の目にはめるんすか？はめます。こういう生物みたいで怖い。いい感じになった。